よし、やるか。いい友人に恵まれているな。美咲もこうだといいんだが、美咲の友人はなまあでも初代は確かになんかいいやつが多かった気もせんこともないな。うん、赤い扉は第一制御室のその村、青い扉は軌道を開けられると。もう戻れない。そういえばなんかなんだかんだでこれ罪にはなかったダンジョンだな。青の扉と赤の扉か、 A、B、 まあどっちでもいいんだろうけど、どうしようかな。またしてもいい男登場じゃん。ワイルド系でいい感じだけど、ど付き合いじゃなくてお付き合いしたいわ。ど付き合いど付き合いってのはそういうエロい意味でのど付き合いなのかな。でもなんかだんだんうららがちょっと年下になびきつつあるな。南條くんは年下だよな。全然いくつか下ぐらいか。そんなに違わんか。お友達ごっこには付き合ってられんぜ、さっさと行こうやと。まあどっち行きましょうか。こっちがマキでこっちが木戸か。どっちでもいいんだけどな。なんか木戸の方がレイジの方が面白そうなんで、じゃあこっちにしましょうか。単純にどっちでもいいんだけど、レイジの声、こっちのドアでいいんだな。反対側ならその村に連絡しなと。まあこっちでいいんじゃない。こっちで OK どうぞ。なんでその銅像ってな。まあ待ってな、どうぞってつけろよ。お前空気読めよ。盛り上がらねえだろ。トランシーバー使ってんだから、せっかく。どれ押しゃいいんだ。わからんわ。そっちに行ってる人にしかわからんわ。それはそちらの人間にしかわからんよ。ウォリア、ちょこいつ殴りやがったな。でも開いたんだな。開いたんならいいわ別に。よく開いたわこれで。あ、時間制限10分か。 B1 ルート、え、これこっちでいいのかな。何気にそうだな、初だからちょっと迷うかもしれんが。あ、一応敵も出るんだ。あんまりうかうかしてられんな。せっかく南條くんの初戦闘なのに。あ、なんかいる。なんだあいつ、まさかカナロアじゃねえだろうな。毎回進化を遂げるカナロアさん。やっぱりカナロアさんだった。毎回姿形を変えて出てくるなこいつ。罪でもあんな感じだったっけ。あんま覚えてねえな。いや、これコンタクトでさっさと抜けちゃった方がいいかもしんないな。まあ、いいや、倒すか。倒していこうか。よし。ちょっとマハークエスとか使ってみましょう。南條くんの立ち姿がかっこいい。立ち姿がかっこいいけど、ちょっと見てる余裕がないっていうね。あんまり、なんかこれあれだな。しっかり時間減ってるからさ、あれだよね。戦闘エフェクト切っといた方がはるかに楽だよね。ちょっと、マヤさんはマイヤーにしとこう、ずっと。ちょっと回復がめんどくさい。装備じゃない。よし、簡易戦闘にしとこうがはるかに楽じゃないか、これ。普通にエフェクトそのまんま表示してたらかなりの時間ロスになるよな。そこちょっと不公平な気がするけどね。システムの裏を書くような感じがして、なんかあんまり好きじゃないんだが。あ、なんじゃい、色違い出た。そこをどけ。あ、え、南條くんのボイス聞きそびれたじゃないか、お前のせいで。クラーケン、こっちが普通のクラーケンかよ。よしよし、南條くんのセリフを聞かせてくれ。もっと南條くんのポーズとか戦闘モーションとかいろいろ見たいんだけどな。ちょっとボス戦までお預けかもしれん、この調子だと。全然適当に進んでるけどいいかな。とりあえずこの橋みたいなのあったら渡っていけばいいんじゃないのかっていう。戻ったりしてないよなこれ。不安だ。そこをどけ。いいね、ちょっとパオフーと被ってない。声の感じといい、なんかうろ覚えだな。いかんな、これちょっと地図見れるのか。道のエリアに進んでればなんとかなるだろう。ちょっとデカめの地図で見ながら行こう。いけんのかこれ。意外にもう半分ぐらい過ぎようとしているな、時間が。こっち渡って、あ、ダメだ、渡っちゃダメなのか。とりあえず渡るってのも危険な発想だな。どこまで行きゃいいんだ。ゴールがせめて分かりゃいいんだろうけど。いかんしかも結構敵も出るな。ちょっと急がないと。かわいそうにな。これは急がにゃ。こっちでいいの、こっちでいいのこれ。戻ってる、あ、戻ってるな。戻ってる戻ってる。ちょっと危ない危ない。この橋渡っちゃダメだ。これ一応マップ見ながらの方がいいな、やっぱ。こっちでいいのか。こっちも戻るんじゃないか。いや、一応進めてるか。
ちょいかん、北を上にしとこう、常に。こうしていこう。ダメだ、渡れね。ちょっと待って、反対側、あの橋渡ろう、あの橋。反対側の橋渡ろう。ダメな、この野郎。なんじゃい、もうめんどくせえな、お前。お前はもうどうでもいいんじゃい。ちょ、これいかん、強制的に話すになるとめんどくさいな。あ、しかもインタビュー OK なのか。インタビュー OK ならいいわ、レンタルいいわ、レンタル。よし、よかった。クラーケの性格とか見てる余裕ないぞ。連打でいけたけどな、今。奇跡的に。これ反対にどうやっていくんだ、これ。反対まだ、あ、下からか。さっきので合ってたのか、じゃあ。下から回って上に行くのか。あ、ちょっとややこしい。ここで下。下行って、こっち。あ、遠回りっぽく見せるのがちょっとやらしいな。なんかピクシーが主戦力だな。ピクシーの名義とか一番強いんだけど、大丈夫なの？このパーティー。ソニックパンチとかより断然ピクシーの名義との方が強い。ちょっと不安になってくるな。将来が不安だ。あれこっちで、あ、し、ここ渡って北に行けば、一番北に行けるはず。一番北がゴールかどうかわかんないけど、多分そうだよな。あと3分。やーべえなぁ。そこをどけ。よし、ちょっと、メイキドが強すぎる。ちょっとピクシーガチでこれ最後まで連れてけんじゃね？あの、ずっと変異っていうか、ミューテーションで、ステータスアップを連続させていけば、あ、これ出らんないの？あれ？ちょっと待って。あ、じゃあこっちで下行って、右行くのか。ちょっといかんいかんいかん、今のタイムロス。フロストとか、話してる余裕ないぞ、可愛いんだけど。いいね、いいな、資源だな。南條くんが言うと全て資源になるな。普通のことわざにしても。ちょっとこれ、ちょっと出口見えないか。見えんな。あれ、今のあそこゴールっぽくないの？これこの穴違うのか。はしごっぽく見えたんだが、どっからだ。とりあえずまあ一番遠く離れた入り口から遠いところが。もうあと2分切ったな。やーべえな、ちょっと。お前ら全員減退だ。遅れた。肉を切らせて骨を断つ、戦いの極意だ。うん、肉を切らせて骨を断つ。別にあんまり肉切らせてなかったけど今の。まあ、ちょっとちょっといかん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 。どっちだ、どっちどっちよ。あれ、ああ、出口ある、出口ある、出口マークある。なんだ、よしよし、1分残して出口見つけた。よしよし、いけるいけるいける。結構でもギリだな。全速力だったんだけどな。超全速で話しかけてくんじゃねえ、お前は。なんだと。もう、あ、インタビューしちったよ。くっそ、これうららだったよな、確か。なんだと。うらら、ちょ、南條くんのコンタクトとか試したいんだけど、いかん、1分切ったって。1分切った、1分切った。あー、しかも途絶えちった交渉が。めんどくせえ。ちょっと早く早く早く、これいかんな、ミスが許されねえな。いけるか、倒せるか、このな。ちょっとまあ逃げるっていう手もあるかもしれんけど、あー、これは逃げた方が早いかもしれん、この状況。30秒、マジか。どうだ、いける。ちょっともうみんな頑張れ、なんとかしろ。裏の右取れ。あと20秒、これは逃げた方が良かったか。誰だ、次。ちょっと12、11、あと10秒、あと10秒。ちょっといかん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 。7、6、よし、早く。5秒4秒3秒。あ、いかん、終わる。ちょっと裏の勝ちなのにいらんって。これ終わったな、逃げた方が良かったか。うわ、ちょっとレベルアップとかどうでもいいんだけど、これどうなるんだ、終わったら。あー、もう見つけてたのに、出口戻されるだけか。あ、戻されるだけか。我が南條の技術とはいえ腹立たしい。もう一度だ。なるほど、じゃあもう道分かってるから、落ち着いていけばゆっくりでもいけるな、これ。うん、ちょっと回復して、じゃあサクッとあの出口のとこまで行きますか。これか。さっきここすんなり入っときゃよかったんだよ、ほんとに。
あーやれやれ、まあ無事に着きましたな。霧島のやついら抜きを回したものだ。うん、あの二人はカンドリと朝からの因縁があるからと俺が連絡しなかったものと。まあそれこそいら抜きだわな、南條くんよ。おっ、にっこり。まあそれが分かっているから自分で行きたいのをこらえたのだろうがな。さすが俺が認めたやつらだ。いいな、初代の連中なんかいいわ、やっぱな。言葉がなくても分かり合える関係か。少し南條くんが羨ましいなと。まあこれ罰クリアする頃にはね、この残り4人もそういう関係になってりゃいいけど、なんかみんな悪が強すぎるからな、罰の4人は。なかなかこの事件が終わったらすっぱり連絡取りませんみたいになりそうで、ちょっとどうなんだろう。まあうららとまやさんはもともと仲いいからあれだし、でまやさんと兄ちゃんちょっとねくっつきそうな雰囲気あるからいいけど、パオフーだけなんか蚊帳の外みたいな感じで。まあそれはそれでパオフーらしいのか。うん、そうだな、うららとまやさんはずっとこれからも続いていきそうだけど、パオフーはどうなんだろう。なんだかんだこう一人でこうこなんか一匹狼を気取ってるけど、こう付き合ってしまいたい、付き合ってしまいそうな感じになりそうだけども、所詮人間なんざ一人だぜと。なかなか分かりやすいキャラ分けがされているな。うん、結局パワフルだけ残るよな、この感じだとな。それはそれでなんか寂しい気もするが、ちょっとセーブするか。まあさっきレイジの方で言ったから、ついこっちにしてみようかな。マキの方にしてみるか。まあルート変えたところであんま変わらんだろうけど、レイジの方結構シビアだったよな。で A ルートだから楽だっていうこともないんだろうけど、あどうしよう、全部レイジで行ってみっかな。やっぱ一回ぐらいマキの方も見ときたいから、じゃあ一回こっちで行こう、 A ルート行こう。うん、ご用でござるか、なんちゃって。ちょっとお茶目になっとるマキが。こっちのドアでいいのね。マキこんなシャレをかますほどになったのか。大人になったなマキ、そんな余裕なかったのにな。こちらに連れてござる、なんちゃって。これに合わせるマヤさんも可愛いな。私この街好きよ、天野さんとも気が合うみたいだし。そうだな、初代やってた頃はこんなマヤさんと気が合うようなキャラではなかったんだけどね。それがまた可愛らしいな。マキはやっぱ一番変わったのかな、初代の連中からすると。うん、いかにか手間取ったな。ちょっと待って、左は完全に外れかな。右から攻めていくか。これはいかん、焦らされるのはちょっといかんな、苦手だな。お、少々お腹が空きましたね。腹が減ったら戦はできると言います。適当なところで食事取りましょう。言ってる場合かそんなこと。どんだけ余裕しゃくしゃくなんだよこの状況で。さすがの南條くんの余裕っぷりには呆れるが、結構エンカウント高いな。ここって下水処理施設だよな。下水、要するに下水が通ってんのよな、ここ横。こんな下水の真横なんてなかなか通りたくはないもんなんだが、これあえて渡らずに行こう。よくでも下水とか、あ、渡った方がいいな。下水とか、なんだっけ、下水とか他にあったの。ゼノギアスとかか、あれ下水だったっけ。何しろこれ横汚物が、あ、あいかん、詰まった。横汚物が流れてるわけやからね、汚物の真横を歩きたいとはなかなか思う。これどう行くんだ。完全に外れじゃねこれ。ちょっと待って、行き止まりしかないな。行き止まりでしょ、行き止まり。もう完全に戻るしかねえよこれ。うわ、これはちょっと今回厳しいな。これはこの回であと5分ではちょっと無理だな。最初の位置まで戻んなきゃいけないじゃんこれ。うわ、完全に外れ引いてたな。下水処理施設っていうか浄水場、なんか昔社会科見学で浄水場の見学には行ったことあるけど、それとはレベル違うよな。下水処理施設ってまたなんかワンランク上の感じがするよな。どういうことなんだろう、どう違うんだろう。さて、でここまで戻されたと。あれ、ちょっと待って、今出口見えた。こっちどうやって行くんだよ。違う、内側ルートか。
こっちがじゃあ正解だったら、こっちから南に行くのが正解か。え、違う、え、嘘だ。じゃあ合ってたの、さっきの道こう行くでしょ、こうしか行けない、こう行ってこう行ってこっち行ったら外れ、こっち、あー行けてた先に、あーちくしょ、勝手に行き止まりだと思ってた。うわー、俺の目のバカ、俺の目ん玉のバカ、行けてたな今の。あと3分半か。うわー、なんでさっき見間違えたんだろうな。落ち着いて、まあ見づらいってのあるんだけどね。わあ、めっちゃトイレ行きたいけど、これ失敗したらまたカウントダウン強制的に始まるからな、しばらくはいけねえなこれ。内側入ってでまたさらに右に渡っていいんだな。わあ、ちょっとさっきのちょっと落ち着いてがよかったんだよ。もうこれ分かった、1分切ったらこれゴーって言い出すんだ。でそんなね、新たな発見はいらないんだよ、しかも道間違えてるから、もう間に合わんな、これは。ちょっと敵出なかったらいけんだよ、こんぐらい。こんぐらいの距離だったら敵出るんだもんな。いけるいける、あと20秒いける、あと20秒いけるって。いけるいける。今の橋引っかかってなかったらいけてたな、今のは。あ、いけんじゃね、いけんじゃね。いけんじゃね、ちょっと、スムーズに橋を、あ、いけないわ。これ、もっと回んなきゃいけないわ。これ、戦闘中に流されたらどうなんだろうな。戦闘中時間切れになったら、これ敵もろとも流されるんじゃないのこれ。どうなんの、一応戦闘開始してみるけど。ああ、流されるんだ。強制流され。で、また10分から始まるんだよな、これ、いきなり。これ、トイレ休憩挟ましてほしいんだけどね。まあでももう道は分かったんで、またサクッと行きましょうか。結局やっぱ2周やることになるのか。別にいいんだけどさ。よいしょー。ああ、着いた。よし、じゃあちょっとトイレタイムだな。一旦休憩だな、ここで。よし。うん。大人になるね。汚いことを覚えていくことか。しまいには自分にも嘘ついて分かんなくなっていくんだ。そうかね。まあでもそうやって考えてる間はまだいいんじゃないのかなって思うけどね。うん。うちはセベック事件から流出したセベックの技術者やノウハウを囲い込み、へえ、セブと組んで研究を続けていたらしい。まあセベックがぶっ潰れてそこから流れた技術者とかを取り込んだみたいな、そういう感じなのかな。空間歪曲装置 DVA システム、その他の研究は実用化できれば莫大な利益をもたらすからな。そこで達造とパイプができたのだろう。新成熟の存在を知らぬ間に加担する形になってしまったと。あの事件に関わった者の心情を思うと詫びのしようもない。そうか、結構じゃあ深い感じで関わってんだな、この罰に関しては。南條くんの家はな。そうか、聖堂は綺麗事じゃ収まらねえか。そうね、まあ綺麗事だけじゃ無理だろうな。ここにいるのは不器用な連中らしい、生きていくことにね、と。まあ兄貴もそうなんだろうな。まあみんなそうだな。ペルソナシリーズに関してはみんなそうだね。まあそうじゃないとこのゲームにならんというか。じゃあどうしよう、次はレイジの方行くか。お、最後か、やっと終わるんだな、このタイムリミットのめんどくせえやつ。開けましょう。うん、開けて。うん、あんたにこんなこと頼めるギリじゃねえか。南條を頼む。いいな、レイジ。そいつは頭はいいが血も昇りやすい。無茶しねえように見てやってくれ。南條くんはしっかり頑張ってますよ。うん。今回このパーティー引っ張ってってるの今南條くんだからな。南條くんが血が昇った瞬間にこのパーティー壊滅するんで。そこはもう南條くんに頑張ってもらうしかないな。南條くんはやっぱ頼りになるな。初代から。この2にね。
サブキャラ的な感じで入ってきたにもかかわらず、この存在感。年季の違いを。なんじゃこいつ。こいつあれか、ツチノコかもしかして。あー、ツチノコだ。いいか、気持ち悪い。イモムシみたいな。ユーマだった。あー、そうだろうな、ユーマではあるよな、確か。あ、ちょっと待って、戦闘開始しちゃった。ちょっと待って、待って待って待って、ツチノコは強かろう。ちょっとこれ今そんないろいろ試してる場合かって感じはするんだが、ここはしょうがない。よし、ちょっとツチノコ、ツチノコもうちょっとなんか可愛らしい感じか。逃走、嘘、噂悪魔が逃げるとか、お前引き寄せ、これどうなん、もう一回出るの、もう一回出るやろ、逃走って。でももう一回出ないと、出るまでこれ戦わな。あー、めんどくせえ。ちょっともう一回で、もう一回、あ、出た出た出た。速攻で仕留めるってこと。どうすんだよ、こんな貧弱なメンバーじゃちょっと厳しいぞ。どうすんだ、天魔流星烈拳とかかますか。頼む、逃げないでくれ。戦え、よしよしよし、逃げずに戦え。よし、凍った。 あんま意味ない。うん、魔法に強いのかな、殴った方がいいのか、もしかして。魔法に強いか、天魔流星烈拳が通れば物理には弱いっていう。あー、物理には弱い。よしよしよし、物理で攻めよう、殴っていこう、みんな。よし、これでどうだ、攻撃で。あっ、普通に攻撃すればよかったのかよ。なるほど、魔法にとらわれてしまった。土の子の死体ついに死体を証拠品として持ち帰ることになってしまったな。まあユーマだからな、現物を持ち帰るのが一番いいんだろうけど。でもなんか土の子のなんかよくあるよね、月刊ムーとかに土の子の写真とかあるけど、どうなんでしょうね。信じたいけどね、夢あふれる大人としてはそういうことを信じたいけどね。カッパのミイラとかね、クランの死体とかもなんかあったな。しかし土の子にえらい時間食われたな。クランの死体はなんかただのキメラなんじゃねみたいなね、そういうなんか意見もあったな。意見というか、ムーは本当信用ならんからな。ムーの話は本当に話半分に聞かない。あ、いかん、これ迷った。さすが最後。これもしかしてドアなの、これさっきからドアっぽいな、入れんのかな。甘いのよ、脇が甘いのよ。ちょっとうららほんとかわいい。いいわうらら。ちょっと兄ちゃんはちょっとあんまりその力を生かしきれてないな。え、あ、これ、あ、もしかしてゴールか、ただの。あー、なんだ、じゃあ一発で来ちゃったのか。なんだ、最後に限って一発とか、しかも土の子とかいうイレギュラーなイベントもあったにもかかわらず一発やるじゃないか、俺。三度目の正直だな。お、誰だ？あそこがこの研究棟の警備管理室だ。監視カメラやセンサー類を集中管理してる。うん。まずあそこを無力化しないと、これから先の行動の自由は確保できない。ベレー帽みたいなの被ってるな。体重しているぞ。君のところは警備員に銃を持たせるのか。まあでも警備員だからな。どうだろう、今の、そうか、普通のガードマンとかは銃持ってないか。警官ぐらいだよな、日本だと銃持ってるのって。普通の警備員は警棒ぐらいかね、持ってるとしても。バカな、この区画はうちのグループの研究員すら立ち入りできないんです。誰がじゃあ統率してるんだ、この区画。警備員たちもうちが雇った連中ではない。侵食されとるやん。じゃあ遠慮はいらねえな。まあ別にこれが南條くんの家のグループだとしても遠慮せずにボコボコにするんだろうけど、音を立てるのはまずい。ここは一応私の色仕掛けでマジか。まあやってくれるんだったらやってほしいけどね。ちょっと見てみたいけどね、うららの色仕掛け。めっちゃ飛び出した本気で跳躍したな、パオフーが。で、普段からそういうことやってよ、パオフー。そういうことできるんだったら、暗殺まがいのコイン使いができるんだったら、これをやりやすいように眠らせてやったぜ。どういう意味なのよ。いいよ、うらら、色仕掛けやってくれよ。俺のために色仕掛けしてくれ。
行くぞセンサー君、色仕掛けは今度でいいから。いやうららは実際セクシーだからな。色仕掛けされたら俺は 100% 引っかかるけどね。パオフーのコイン使いの精密さの方が俺は気になるな。あんだけうまいことできるんかっていうね。いいね。もうやめろやお前は、すっこんどけ。何度も言ってるじゃねえですか、道に迷ったんすよ、もう勘弁してくださいよ。道に迷ってどうやってここまで来たんだよお前。俺らがあんだけ苦労して地下を通ってきたのに、お前道に迷っただけでここまで来れんのかよ。不公平だなそれ。おお、でも随分困った状況だなこれは。若い警備員、もっとマシな嘘をつけ。まあ、こいつの場合嘘じゃない可能性の方がでかいからな。目つきの鋭い警備員。もういい、大方実験材料の知り合いか何かだろう。実験材料ときたか。このまま返すわけにもいかん。研究員に引き渡す。まあ、パンツをじゃあ実験材料にしてもらいましょうかね。いやいやいや、やっぱ噂通りここで人体実験がなんかしてやがんだな。噂通りか。ってことは人体実験をしてるって噂が流れたから人体実験が行われてるってことなのかな。もともとは人体実験してなかったんだろうか。杉本かよ。杉本を返しながら。じゃねえとひどい目に遭わすぞこら。杉本を助けに来たのか。前作では杉本に一本取られたからな。まあでも今回はそんなでもないか、杉本は。まあまあ普通に古文をやってるんだろう。そんな格好で何ができるんだ。やれるもんならやってみな。一応、あ、もう出ていくんだ。ちょっと、パンツが死神を出すところを見たかったんだが。一応死神番長として死神は使えるんじゃない今。ペルソナ使えるんじゃないのかな。どうなんだろう。まあ普通の二人組か。普通の雑魚だろうね。まあ普通に倒しましょうか。ちょっとあれだ。あ、じゃあ戦闘モードはあれ。戻そう。あ、ちょっと待って。開始しちゃった。ちょっと待って。あ、ちゃんと戻ってた。戦闘モードはね、シンプルから普通にこのエフェクト表示に戻そうと思っててね。で、南條くんがいろいろ覚えてくれたんで。ハマソニックパンチ、スクカジャー、ホーリーライトと。ホーリーライトはね、さっきの、排水口じゃない、下水道ではね、あんまり食らってくれなかったんだけど、敵が。ちょっと、いい感じに食らってくれればいいんだかな。で、パオフは、まあ、アクアで。あとはもうこんな感じか。はいはい。合体魔法で締めたいけど、どうだ？うわぁ！初めて見たけど、この2のバージョンの、あ、やっぱ効かねえか。人には効かねえか、神聖は。かっこいいなぁ、アイゼミを。マハマグナ。いいね。マヤさんのテックが低すぎて30とかしか食らわないけど、あ、でもどうだ、敵があんまり、どうなんだ、あんまり食らわないな。アクアでもそんぐらいか。で、連続打ち食らったら死にかけなんで、これは回復しないとな。合体魔法をうんぬん言ってる場合じゃなくなってきた。まあ、相変わらずリュウメさんが強いな。リュウメさんの活躍が目覚ましい。本当にリュウメさんとピクシータンがね、凄まじいんだよね、活躍ぶりが。この燃費の良さね。この MP、SP の消費がめっちゃ少ないのに威力はでかいっていうね。素晴らしいよ、本当に。そしてイーリスはメディアを覚えてくれたんで。なんとか回復役としてね、活躍できるんだ。マヤさんの回復量がちょっとしょぼいですね。ニッパンチ。いいね。あ、倒した。じゃあ合体魔法いけるな。合体魔法で倒しましょうか、そしたら。なんかライトスマッシャー剣撃敵対大ダメージで瀕死。これは初めてじゃない。これなんだろう。神聖と剣撃特殊物理。あ、パオフ二段突き使えたのか。あれ、二段突きってなんだっけ。あ、今覚えたやつか。よかった、二段突き覚えたのはでかいな。じゃあこれで合体魔法してもらおう。これ絶対かっこいいだろう。ライトスマッシャー、こんなのあったっけ。罪で終わりにしようや。あの、そうだな、剣と神聖の組み合わせとかあったね。剣となんとかの組み合わせはあったな、よく。そうかそうか、それの別バージョンみたいな感じ。ライトスマッシャーって名前だったっけ。ちょっとパンツが絡むのやめなさい。それで塀乗り越えてジョーカー使いになって、
その間友達を追っかけてきたってわけ。ん？ジョーカー扱いになってさらわれた友達を追っかけてきたわけね。まあ、パンツ自体はジョーカー扱いではないと。まあ、杉本がなんかジョーカーまじないしたって言ってたもんな。しかしあんた無茶するわ。だいたいそいつがジョーカーまじないした相手ってあんたなんでしょ。へー、じゃあやっぱ杉本はそういう野望があったわけか。番長を殺して自分が番長になるっていう。罪の時と変わってないんだな。それあいつのせいでどえらい目にあったけど、ほっとけないっしょ。俺は番長っすからね。じゃあ誰かし、なんか殺し屋に襲われたのかな、パンツは。じゃあ一応ペルソナ使えるんだろうか、パンツは。やっぱりセキュリティをカットしました。これで警報装置の類はしばらくごまかせるはずだ。万能すぎるな、南條くんが。頼れる。英吉くん、友達のことは我々に任せて帰りたまえ。ここは子供の来るところじゃない。ちょっとできれば帰っていただきたい。このまま突っ込んでやられっか。俺も連れてってくれよ。お前に何ができる。騒ぐせ。厄介すぎるなぁ、こいつは。ちょっと連れて行きましょう。え、連れてくの。6人目になっちゃうよこれ。ただついてくるだけかな。少年、我々の邪魔はするなよ。途中で戻れと言ったら戻るな。合点承知でいいと。そうか。まあ杉本を助けに来たのか。まあそこは相変わらずなんだろうな、番長のなんか役目というか男気というかね。やっぱまだ姉さんって呼ぶわけか。まあ邪魔しないんならいいけど、まあパーティーには加わらないってことだろうね。ペルソナが使える使えない云々はともかくとして、まあそうだね、なかなか見上げた根性ではあるな。略取誘拐、逮捕監禁致死傷、罪は重いぞ。もっとも僕たちも不法侵入以上の罪を犯していることになるんだよね。そうだな、令状を持ってこいって言われたらおしまいだな。とんだお荷物が増えたもんだぜ。俺は知らねえぞ。完全にお荷物だからな。前はもう人よしだけどさ、こいつも相当だね。まあ、うらら自身も杉本と同じ立場だからな。お姉さんたちでその頭の悪いダチ子を助けてやろうじゃん。頭の悪いってそれ全部自分に跳ね返ってくるからな、うららに関しては。うららもやってること同じだからな。頭の悪いって言っちゃったらおしまいだよ、本当に。開いた。これどう、あ、ちょっと一回セーブしておこう。